はい、ということで今回も振り返ってまいりましょう。ということで巨人対 DeNA から、先発が東投手と、横川投手ということで、横川投手8回1失点の好投を見せてくれました。これで勝ち投手にならないってあれですよ あれですよね。114球を投げて勝ち投手にならない、対する東投手8回2失点の力投でした。巨人のお前さんたちということでね、よく言われたりしますけど、中川投手がね、この1本を浴びてしまったということで、まあ、天木選手の1本、まあ、デスタージャ選手ね、1本が飛び出しましたけども、まあこれは何とも言い難いというところですよね。まあ中川投手はここまで安定していた中で、まあちょっとね、被弾すること、まあ打たれることがちょっと多くなってきたのかなとは目立つ、ことではございますけどもね。はい、中日対広島バンテリンドーム、先発野村投手、松葉投手、広島野村投手、5回を投げて3失点という形でした。まあちょっとこの3試合っていうのは打たれるシーンっていうのがちょっと出始めてきてるのかなと。まともな自責点が入って防御率が 1.16 になりましたけども、それでも先発としては十分な役割を果たせています。対する松葉投手5回1失点と、こちらもね試合しっかりこうまとめてくれたのかなと思います。64球だったんでもう1イニング2イニングいけたような気がするんですけど、これは早めの継投ということでしょうかね。逆にそれがかえって中日は裏目に出たのかもしれません。勝ち越していた中ということで、ピッチャーが変わってから同点に追いつかれてしまうと。まあ、なので松葉投手をまだしっかり攻略できてなかった広島っていうところを考えてみると、もう1イニング2イニング投げていたらその状況っていうのは変わっていたのかなと思いますんで、まあ少なくとも引き分けにはならなかったのかなとは思いますね。阪神対ヤクルト、先発高橋奎二投手、村上投手。高橋奎二投手、6回を投げて1失点ということで114球、前回はね4回、6失点と大炎上を かましてしまったわけでございますけども、その前回の反省を生かしてということで、まあ、しっかり抑えてくれました。被安打が8と、フォアボールが3つと、ちょっとテンポの悪い投球で球数を増やしてしまったっていうところは気になるところではありますけども、しっかり1失点で切り抜けたというところですよね。対する阪神村上投手、7回を投げて1失点、勝ち負けと、勝ち負けつかない、勝ち投手にならないっていうのはちょっとね、不思議なところはありますけどもね。しかし、まあ、ここは阪神が勝ちまして、これが8連勝ということになります。ロッテ対西武、平投手、そしてロッテは菊池投手ということで、平投手は8回を投げて2失点のハイクオリティスタート、いつもハイクオリティスタートですよね。対する菊池投手、まあ、これが、初先発ということになりますよね。今シーズン初先発ということで、プロ1年目のデビューということになりましたけども、4回4失点でちょっとほろ苦デビューというところでしょうか。まあ、あとちょっとロッテは守備のミスもね、あって、また中継ぎ陣もね、よほよほに打たれてしまったということでね。ソフトバンク対日本ハム、上沢投手と石川投手という投げ合い。上沢投手、6回を投げて4失点という投球でした。対する石川投手でございますが、5回を投げて3失点ということでしたね。まあ試合を作ってくれたというところではありますけども、まあ最後はリリーフ陣がね、盛大に持っていかれたソフトバンクというところでございまして、すいません、逆でしたね。日本ハムのね、先発中継ぎ陣が持ってかれたということで、池田投手がね、まあ、ちょっとここはやってしまいましたけどもね、何しに出てきたのかちょっとよく分かりませんけども。はい、楽天対オリックス、山崎福也投手と、岸貴之投手。山崎福也投手は、6回途中4失点という投球。岸投手、9回、完封ということで、これ久々の完封じゃないですかね。今年岸投手なかなかね、やれてる印象はありまして、防御率も 2.80 ですし、まあここ5、6試合の結果を見てもね、7回無失点、8回途中無失点、
これで勝ち投手、5回2失点、7回無失点で勝ち投手。で、前回7回途中で5失点とちょっと炎上してしまったところはありますけども、ただ今回は9回完封ということで、しっかりその部分というのは改善してきたのかなとは思いますけどもね。まあ、ちょっと安定感ではややちょっと欠ける部分はあるのかもしれませんけども、十分チームのね、まあ、ローテのこう要としては、十分役割を果たせてるのかなと思います。ちょっとね、田中投手がね、今年はちょっと不甲斐ない投球っていうのがずっと続いている中で、岸投手がここで復活してきたっていうのはかなり大きいですよね。さあ、土曜日入っていきましょう。巨人対 DeNA。山崎伊織投手、平良拳四郎投手ということで、山崎伊織投手8回途中1失点7三振の力投で今シーズン9勝目、対する平良拳四郎投手5回3失点と、試合を作ってくれたものの、まあ、もう1イニングいけたのかなという思うところでございますし、あと打線が全く機能してないというところですよね。3打数1、1得点で、3打1得点ではまあ勝てませんよということですね。中日対森下。中日対広島ということで、森下投手と高橋宏斗投手、高橋宏斗投手7回に投げ無失点、対する森下投手、7回を投げて3失点でした。まあ、結構ね、森下投手って打ってるイメージが強いわけでございますけど、まあ、今回はそこまででもないんですけどね、まあ、ただ単に、広島打線がちょっと援護がなかったというところとね、まあ、ちょっと広島は落ちてきましたかね。これでちょっと A クラスかどうかがちょっとよく分からなくなってきたってところかなと思いますね。ちょっと沼ってきちゃってます。阪神対ヤクルト、先発サイスニード投手と青柳投手、ヤクルト先発サイスニード投手は5回2失点と試合を作ってくれました。対する青柳投手5回3失点と、こちらも試合を作ってくれたものの、勝ち両軍ともに勝ち負けつかずということで、最後を制したのは阪神ということで、まあ、3段のチャンスを作るもヤクルトは点を取ることはできず、最後、決勝打は、佐藤輝明選手、サヨナラ犠牲フライということで、チームに勝利に貢献ということでございます。楽天対オリックスは、雨天中止ということでね。はい、ロッテ対西武。先発、松本投手とメルセデス投手。松本投手。8回を投げて1失点の好投を見せてくれましたが、これで勝ちつかないんですね。対するメルセデス投手は6回無失点ということで、こちらも、ね、ナイスピッチングではありましたけども、勝ち負けはつかないんですね。最後は制したのはロッテということで、見事、劇的で逆転サヨナラ勝ちということになりましたけども、これはちょっとね、先発の松本投手がね、誤算というかね、ある意味誤算なのかなとは思いますけどね、援護なく終了ということでございまして、今更打つのかっていうところですよね。で、打たれた挙句ですけども、まあ、打たれたとかですね、その後出てきた増田投手がね、こう打たれてしまったということでございましたけどもね、増田劇場、ちょっとファンの胃に穴が開きそうなくらいですけどね。ソフトバンク対日本ハム、伊藤大海投手、高橋礼投手ということで、まあ、高橋宏斗投手は、これがまあラストチャンスなのかな。まあ、もう一試合ちょっとあるかどうかは、ちょっとここまではちょっとあまり入ってきてないんですけども。伊藤大海投手、7回無失点の好投で今シーズン6勝目。対する高橋礼投手、5回を投げて6失点の大炎上ということで、久々のマウンドということにはなりましたけども、見事その、抜擢としての役割というのを果たせたのかなと思います。バッティングピッチャーですよね、もはや彼の投球はね。というか、まあ、甲斐拓也選手のね、リードの部分もあるのかなと思ってまして、ちょっとストレートを押しているような気がするんですよ。基本的にその投手のその組み立てというかですね、その球種の組み立てっていうのはキャッチャーが役割をそれは担ってまして、まあ、それをね、ピッチャーに聞いて、それを投げ込むっていうところはありますけども、ストレートをちょっとグイグイ押しちゃってる印象が強くてですけども、そのストレートがね、甘く入っちゃって、スタンドインしているっていうのが、結構目立った試合だったのかなと思いまして、まあ、ここから要するにちょっとコントロールの精度が甘すぎるなというところですよね。まあ、もともとコントロールに難がある投手なのは知ってはいましたけども、まあ、
ね、ちょっとね、厳しいかなっていう、まあ一言でございますけども。はい、万波選手に2打席連発のホームランが、4回、5回と出ております。さあ、ここからね、後半行ってまいりましょう。巨人対 DeNA、メンデス投手と石田投手。メンデス投手6回2安打1失点の好投で今シーズン4勝目を手にしております。ブリンソン選手に初回に満塁ホームラン、さらに大城卓三選手、岡本和真選手にそれぞれホームランが生まれております。ブリンソン選手も10本いきそうですね。32号の岡本選手ということで、まあ、量産体制に入ってきているのはいいことですけども、まあ、村上選手も追跡してきているというところですよね。気が抜けないというところです。さあ、中日対広島、先発、遠藤投手と柳投手。遠藤投手は7回無失点という素晴らしいピッチングでしたね。しかし、それを上回る柳投手という存在がいまして、9回121球、奪三振5、四死球3つ、ここです、被安打0のヒットノーランなんですね。フォアボール3つということで、ちょっと球数がいってたんで、10回をまたぐことはできなかったというところはありますけど、これはさすがに援護してやらないといけないですよね。つかの間、ライデル・マルティネス投手が10回にマウンドを上がりましたけども、まさかの堂林選手に、簡単にホームランを浴びてしまうということで、ツーアウトまでこぎつけたんですけどもね、ここでまさかの被弾ということになってしまって、継投のヒットノーランも途絶えてしまうということで、より柳投手はね、かわいそうだなという感じですけどね。最後10回の、裏、ここを決めたのはね、石川昂弥選手、そして宇佐美選手ということで、2者連続のホームランがね、ここで飛び出すわけですよ。あ、今打つんだっていう感じなんですけどね、ちょっと空気の読めない打線だなというところですよね。まあ、ちょっと柳投手をね、もうちょっと援護してあげてほしいなという感想でございました。はい、以上です。あと、岡林選手がね、なんか最多安打の記録をね、なんか塗り替えようとしてますけどね。連続安打数ですか、すいません。阪神対ヤクルト、先発伊藤将司投手、山野投手。伊藤将司投手は7勝目、ということで素晴らしいピッチングでした。6回を投げて3失点ということで勝ち投手。そして山野投手、4回を投げて4失点ということで、ちょっと早めのイニング交代というところにはなりましたかね。ソフトバンク対日本ハム、スチュワート・ジュニア投手と、上原投手。上原投手が6回2失点の好投で今シーズン2勝目。スチュワート・ジュニア投手で、ね、ここまで結構頑張ってくれた印象ですけど、5回2失点ということで、まあ、ちょっと試合を作るっていうところがちょっとできなかったのかなとは思いますけども、ただ内容的にはそこまで悪くはなかったのかなとは思いますね。まあ、前回と比べてですけども、そのコントロールっていうところですよね。制球の精度っていうのも上がったことですし、三振も取れるようになったというところを考えていくと、まあ、前回の内容と比べると良いのかなと。まあ、前回はただ失点しなかっただけに踏みとどまったのかなと思いますね。はい、楽天対オリックス、先発が、外に投手と則本投手。外谷投手、3回投げて無失点ということで、ショートオープンなんでしょうかね。素晴らしいピッチングでした。則本投手は8回途中1失点で、負け投手になってしまったということで、楽天はね、則本投手が力投を見せるも、まあ、これは楽天のね、チャンスを全く生かしきれてないというところですよね。さあ、ロッテ対西武、青山投手と、小島投手。青山投手、2回を投げて1失点ということで、先発というよりはこれはまあブルペンデーというところでしょうね。ブルペンデーで青山投手がマウンド上がりましたけど、2回投げて1失点で抑えてくれました。そして小島投手、6回投げて無失点ということで、勝利投手ということで、素晴らしいピッチングだったかなとは思います。西武は最後1得点、上げて1点差まで、迫った部分はあったんですけども、あと1点遠く及ばずということで、ロッテの勝利ということになりますね。
ということで、まあ、心配なニュースということで、10連勝したないんですけども、その代償があまりにもエグすぎた阪神ということで、梅野選手が離脱です。こうなると分からなくなってくるのが、キャッチャーをどうするのかという話なんですよ。まあ、坂本選手がいるんですけども、第2捕手としてね、ただ第3捕手、第4捕手っていうのがここになってきて必要になってくるものでして、まあ、長坂選手はおそらく確定だと思います。で、4番手捕手として上がってくるのがおそらく坂井田選手なのかなとは思うんですけども、なんか聞くところによるとね、ちょっと怪我してるんじゃないかと言われております。まあ、であれば、中川選手、藤田選手、片山選手ね、いろいろいますけども、まあ、坂井田選手なのかなとは思いますけどね。これはちょっとね、この後のここで見てみないと分かんないですけどね。ということで、今回の動画は以上です。最後まで皆様ご視聴ありがとうございました。枠ね、長く取りすぎちゃって25分まで尺取っちゃってますけども、これはさすがにいらなかったですね。17分くらいの動画で終わりました。ご視聴ありがとうございました。